私たちの身近にある川や湖、この中でどんな生物が暮らしているのでしょうか。水を汲めばわかる、そんな画期的な方法があることをご存知ですか。茨城県の南東に位置する霞ヶ浦、琵琶湖に次いで全国で2番目に大きな湖です。私たちの研究所では、水質汚濁や不栄養化が問題となった1970年代から霞ヶ浦の水質や生物のモニタリングを行っています。基本的な調査項目は変わっていませんが、新しい手法を開発し導入することで新しい調査研究を行っています。2005年からは魚類のモニタリングを開始しています。魚類は人だけでなく、プランクトンなどのさまざまな生物に影響を与えています。魚類を調べれば湖の変化が見えてきます。でも、こんなに広い湖にいる魚の種類をどうやって調べるというのでしょうか。私たちは熟練した漁師さんの漁に同行し、漁獲物の組成を調べています。漁師さんは50メートル以上にもなる大型の定置網を用いて漁を行っています。漁師さんは同じ場所、同じ時間に網を仕掛けて漁を行っています。定置網に入った漁獲物を種類ごとに分け、個体数と出獣量を記録します。これまでの調査で、絶滅危惧種のニホンウナギ、外来種のチャネルキャットフィッシュやブルーギルなども確認されています。大型の定置網は設置や回収がとても大変です。また天候にも大きく左右されます。1地点調査するだけでも非常に大変です。それを解決してくれる方法があるんです。近年、海や湖、川、土、空気、このような環境資料に含まれる DNA、すなわち環境 DNA を解析することで、その環境に生息している生物の分布を知るという技術が急速に発展しています。すべての生物は DNA という物質を持っています。DNA の一部には塩基と呼ばれる部分があって、塩基の並び順、つまり塩基配列は生物の設計図と呼ばれています。つまり生物ごとに塩基配列が違っているということで、塩基配列を調べると生物の種類がわかります。環境 DNA の正体は、カビやバクテリアといった小さな生き物の体全体、また大きな生物であればそこから剥がれ落ちた組織、そして放出された糞などに含まれている DNA と考えられています。環境 DNA を使ってその環境にどんな生き物が住んでいるかを調べる研究が進んでいます。魚類調査でも環境 DNA を活用しています。まず手袋をして希釈などで水をすくい、きれいなポリエチレン容器に入れます。採水した水には DNA が壊れないようにする試薬を入れます。さらに冷却して運ぶことで壊れにくくなります。採水した水はろ過をして環境 DNA を抽出します。次にシーケンサーで塩基配列の解析を行います。そして得られた塩基配列のデータはパソコンで解析して魚の種類を同定します。環境 DNA による調査のいいところって何でしょうか。もうボトルとビニール袋と柄と持っていけば採水ができます。手袋をすることで他から入ってくる DNA とか他の物質がこの水の中に入るのを防ぐことができます。簡単になったこと以外にもメリットがあります。で、それは何かっていうと、
普通調査するって網を仕掛けます、罠を仕掛けますっていうと、どうしても魚や他の生き物の生活に影響が出てしまいますが、水を汲むだけならまあそんなに皆さんのお邪魔にはならないっていう、他の生き物の邪魔にならないっていうのもいいところです。他に私たちはいろんなところに調査に行くので、全然別の湖に行ってその道具を霞ヶ浦に持ってくると、そっちの湖からこっちの湖に他の生き物をもしかしたら持ってきちゃうかもしれない、病気も持ってきちゃうかもしれない。そういうのもこういう柄杓だったらいくらでも洗えますし、バケツとかも使うんですけど、そういった意味では環境のために調査しているのに環境を壊すっていうのが問題だったんですけど、そこがクリアされたっていうので、環境 DNA はとても便利ないい何ですかね、技術で私たちは重宝しているといった感じです。以前定置網と環境 DNA の調査の結果を比べたことがあります。その時は検出された魚の種類や量は必ずしも一致しませんでした。一方のみの方法で出る魚もいたりして、一概にはどちらがより湖の中の状態を反映しているかを結論できないという結果になりました。むしろ2つの方法を組み合わせることで最も検出力が高くなると考えられました。長期にわたるモニタリングのようにデータの連続性が大切という調査もあります。そのような場合は、従来法から環境 DNA による調査に切り替える場合、両方のデータの特徴を把握して慎重に進める必要があると考えています。環境ゲノム研究推進室は、国立環境研究所のゲノム研究の中核を担う研究室です。私たちの研究室は、3つの業務を行って、国立環境研究所のゲノム研究を推進しています。1つ目は、希少性が高い生物や環境問題の原因となっている生物などについて、全ゲノムの解読を行い、公表しています。2つ目は、霞ヶ浦や小笠原諸島など、環境研究の対象となる地域の生物について、DNA バーコード配列を調査し、環境 DNA の多様性解析を行うことで、所内の研究プログラムをサポートしています。3つ目は、次世代シークエンサーのデータを解析するには、それなりのスキルが必要なので、初心者でも解析ができるように、所内で講習会を開催しています。さまざまな分野の研究者が連携して研究は進められています。環境ゲノム研究推進室は多くの研究に関わり、それらの研究を下支えする重要な役割を果たしています。環境 DNA 解析は様々な分野で応用が始まっています。例えば、糞に含まれる DNA を調べると、糞をした生物と食べたものがわかります。この方法だと生物を捕獲する必要がないので、効率よく調査ができます。また、公衆衛生の分野では、下水に潜むバクテリアやウイルスを定期的に調査して、感染症のリスクを減らすことに役立てようとしています。しかし、今のところ、精度よく研究できる生物種は、バクテリアと魚類などに限られています。なぜかというと、他の分類群では、辞書にあたる DNA バーコード配列のデータベースが貧弱なため、検出された DNA の持ち主がわからないということが頻繁に起こってしまうためです。当面はできるだけ多くの生物種について DNA バーコード配列を調べ、辞書を充実するという地道な作業が必要です。水を汲むことで、その環境に暮らしている生物の種類がわかる環境 DNA を使った研究の一つを紹介しました。他にも様々な研究に取り組んでいますので、またの機会にご紹介します。